後白河法皇と義仲の対立が決定的な日を迎えようとしています。義仲洛内退去の院宣が馬の神助時により義仲にもたらされたのです。院宣を賜るにかけたままとは無礼でございましょう。ここは義仲の館、御所ではない。武士には武士の作法がござる。このまま受けたまわる。では申し上げる。明朝までに館を引き払い、木曽衆はすべて落外へ伊豆べしとの仰せ下しにございます。何、この義仲にされと？さよう。すでに院の御所には兵たちが詰めております。くれぐれもお手迎えなどなさらぬよう。殿、法皇様のお心じきじきに確かめてまいる。殿、院の御所はすでに兵で固められておるとのこと。その姿では鎧をお召しくだされ。いや、このままでよい。わしは戦をしに行くのではない。馬引き。これは木曽義仲でござる。法皇様にお尋ね申し上げたき義があって参上いたした。お取り次ぎを。できませぬ。何人もここをお通ししてはならぬとのご命令でございます。早々にお引きなさい。何、金光、院にお手迎えはならぬ。帰れ、早々に木曽へ帰れ。公家とてこの助時を侮るまいぞ。おのれ。金光、やめよう。やめるのじゃ。引け引くのじゃ。殿、殿を撃たせ。吉永旧知の党に洛内の基礎民は宝珠辞典に殺到しました。どけ。ワインの気持ちを知りたいだけじゃ。獣、ヘイ、見るな。吉仲を撃て。恐れねえな。お引き出たぞ。ならん。御所に火をかけてはならぬ。誰がどこで火をかけたのかわからないままに、さしも広大な宝珠辞典が荘園地獄と化していったのです。おかみ、ひとまずここ。火をかけたのは義仲か。はっ、しかも間近に迫っております。なんという。さあ、女に物へ。院の御輿とお見受け申す。木曽義仲が家臣、樋口次郎兼光、主の命により五条の里代理までご先導つかまつる。お聞き入れなくば弓矢にかけても。はっ。任す。いずこへなりと案内せよ。法皇は五条の里代理へ、帝は二条の会員殿へ、幽閉同然の形で移されました。義仲にとってそれは何が起きたのかわからない全く奇妙な戦いでした。が、天下はまさに義仲の手に落ちたのです。法皇は義仲が要求するままに征夷大将軍の位を授け、主だった公家の官位を解くなど、義仲の望むことは全て許さざるを得ませんでした。好きにいたすがよい義仲、その方の天下はすぐに終わる。すぐにな。そして
宝珠寺殿の焼き討ちから辛くも逃れた公家たちは伊勢にいる義経を頼ります。義仲の判断はもはや天なの知るところ。一刻も早く軍をお勧めあって院の御心を休んじたまわりたい。お願い申す。お願い申す。頼りは九郎殿だけじゃ。義経とて直ちに軍を進めたいのでございますが、殿、何事によらず鎌倉のお指図なくば一兵たりとも動かすことはできません。殿、正親殿、お客人の前ぞ。殿、征夷大将軍おめでとうございます、うん、ついに征夷大将軍じゃ。殿、平家より和議申し入れの返書でございます。うん、我が屋島には81代の帝があらせたもうものを基礎と対等な和睦など思いもよらぬ。なんと、和を請うは大いによし。もしそれ和を欲するとなれば平家の尋問に降伏していでよ。殿、やはりな、平家との和睦などあろうはずがないわ。どちらへ。征夷大将軍の喜びも消えた。遠がけじゃ。誰の屋敷じゃ。は、先の関白殿のご別邸とか。元房殿の。苦しゅうございますか、母上。はあ、いいえ、ありがとう。姫のことを聞くと気持ちが晴れます。姫では、あれが冬姫か。我らの前でことを奏でたは冬姫殿の偽物、姫の侍女でございます。美しい。元房殿、本日は願いの儀があって参った。は？冬姫殿のことじゃ。冬子も。偽冬姫殿ではござらんぞ。よくもこの義仲をおだましになったな。何とぞお許しを。許そう。わしを冬姫殿の婿にしてくれ。なんと婿ですと。嫌か。嫌ならば義仲にも覚悟がある。尾本は征夷大将軍を騙したのだ。その咎が一族のすべてに及ぶは必定。お待ちください。元房は義仲を冬姫の婿とすることを承知します。いけません。義仲様、何とぞ。冬姫殿、わしは木曽義仲じゃ。義仲様でも姫に無礼をすると許しません。姫、これを見よ。そなたの父元房殿より冬姫殿の婿になることを許すとの婿証文じゃ。そのような。さあ一緒に参ろう。なりませぬ。お話しください。
拉致同然に冬姫を奪った義仲でしたが、自分の心を女性に伝えるなど義仲にとって生まれて初めてのことでした。どうしてよいかわからぬ義仲だったのです。これ、この通り父君から婿となるお許しを得ておる。いつまでも大事にいたす。やがて共に木曽の我が館へ参ろうな、冬姫殿。父が許しても冬子は嫌でございます。それに病の母を置いて都を離れるなど冬子にはできませぬ。分かった分かった。そなたがわしを婿と認めてくれるまでいつまでも待とう。それに決して都から連れ出したりもせぬ。約束するぞ。しかしその頃すでに鎌倉軍五千が義仲討伐のため鎌倉を発進していたのです。鎌倉軍が迫っております。もはや北陸へお引きになるご決断を。兼光、何を慌てている。宝珠寺殿の戦に勝って兵の数も増えているのだぞ。それは浮草のようなやから。鎌倉軍が近づけばまたどこかへ消えてしまいます。いつまでも都に執着なさるとは殿らしくございません。とにかくまだじゃ。まだわしは動かぬ。元房、しばらく顔を見せなんだの。ちと風邪などを。風邪か。病のもとはそちの娘冬姫である。お上には。まことに女人の黒髪は象をもつなぐと申しますが、義仲は冬姫殿に心奪われ都を離れられぬと見えまする。のう元房、むごい言葉かもしれぬが、冬姫のおかげでわしも帝も北陸などへ連れ行かれずに済んでおる。礼を言うぞ。もったいのうございます。ではござりまするが、義仲の横暴をこのままにしておいては都はこの先どうなるかと、それが心配でなりませぬ。元房、わしが無為無策にあの男のわがままを許しておると思うてか。は、今しがたもわしは書状をしたためた鎌倉への密書じゃ。こちらの様子は逐一鎌倉に知らせてある。もう少しの辛抱じゃ。そのままそのまま。姫が好きな書をあちこちから持ってまいったぞ。ほら。ん？誰からの文じゃ。まさか恋文。あ、お返しください。あなんじゃ。
父君からの文ではないか。冬子よ、御身は尊い生贄に選ばれた定めの子なるぞ。その身を生贄として義仲の重欲に与えよ。その黒髪の力をもって義仲をつなぎ止めよ。それこそが院への忠義ぞ、親への孝ぞ。なんという文じゃ。義仲は絶えずこの部屋を訪れていました。しかし冬姫には指一本触れていません。義仲様、姫、そなたが哀れじゃ。そなたの父は血の通った自分の娘に、なんとむごいことを命じるのじゃ。義仲様、私のために泣いてくださったのですか。この冬子のために涙を。もうよい。父君の屋敷に送り届けよう。義仲様、姫は父に見捨てられたのです。もう義仲様しか頼れるお方はおりませぬ。戦乱の足音迫る都に一つの恋が咲きます。しかしこの恋にはあまりにも無残な結末が待っていたのです。は五条の里代理へ、帝は二条の会員殿へ、幽閉同然の形で移されました。義仲にとってそれは何が起きたのかわからない全く奇妙な戦いでした。が天下はまさに義仲の手に落ちたのです。法皇は義仲が要求するままに征夷大将軍の位を授け、主だった公家の官位を解くなど、義仲の望むことは全て許さざるを得ませんでした。好きにいたすがよい義仲、その方の天下はすぐに終わる。すぐにな。そして宝珠寺殿の焼き討ちから辛くも逃れた公家たちは伊勢にいる義経を頼ります。義仲の判断はもはや天下の知るところ。一刻も早く軍をお進めあって
院の御心を休んじ賜りたい。お願い申す。お願い申す。頼りは九郎殿だけじゃ。義経とて直ちに軍を進めたいのでございますが。殿、何事によらず鎌倉のお指図なくば一兵たりとも動かすことはできません。殿、正親殿、お客人の前ぞ。殿、征夷大将軍おめでとうございます。ついに征夷大将軍じゃ。殿、平家より和議申し入れの返書でございます。我が屋島には81代の帝があらせたもう者をわしを冬姫殿の婿にしてくれ。なんと婿ですと。嫌か。嫌ならば義仲にも覚悟がある。おもとは征夷大将軍を騙したのだ。その咎が一族のすべてに及ぶは必定。お待ちください。元房は義仲を冬姫の婿とすることを承知します。いけません。義仲様、何とぞ。冬姫殿、わしは木曽義仲じゃ。義仲様でも姫に無礼をすると許しませぬ。姫、これを見よ。そなたの父元草殿より冬姫殿の婿になることを許すとの婿証文じゃ。そのような。さあ一緒に参ろう。なりませぬ。お話しください。拉致同然に冬姫を奪った義仲でしたが、自分の心を女性に伝えるなど義仲にとって生まれて初めてのことでした。どうしてよいかわからぬ義仲だったのです。これ、この通り父君から婿となるお許しを得ておる。いつまでも大事にいたす。やがて共に木曽の我が館へ参ろう。なあ冬姫殿。父が許しても冬子は嫌でございます。それに病の母を置いて都を離れるなど冬子にはできませぬ。わかった。木曽と対等な和睦など思いもよらぬ。なんと、和を乞うは大いによし。もしそれ和を欲するとなれば平家の尋問に降伏していでよ。殿、やはりな、平家との和睦などあろうはずがないわ。どちらへ。征夷大将軍の喜びも消えた。遠駆けじゃ。誰の屋敷じゃ。は、先の関白殿のご別邸とか。元房殿の。ございますか、母上。はあ、いいえ、ありがとう。姫のことを聞くと気持ちが晴れます。姫、ではあれが
が冬姫か。我らの前で琴を奏でたは冬姫殿の偽物、姫の侍女でございます。美しい。元房殿、本日は願いの儀があって参った。は？冬姫殿のことじゃ。冬子も？偽冬姫殿ではござらんぞ。よくもこの義仲をお騙しになったな。何とぞお許しを。許そう。はあ。後白河法皇と義仲の対立が決定的な日を迎えようとしています。義仲洛内退去の院宣が馬の神助時により義仲にもたらされたのです。院宣を賜るにかけたままとは無礼でございましょう。ここは義仲の館、御所ではない。武士には武士の作法がござる。このまま受けたまわる。では申し上げる。明朝までに館を引き払い、木曽衆はすべて落外へ伊豆べしとの仰せ下しにございます。何、この義仲にされと？さよう。すでに院の御所には兵たちが詰めております。くれぐれもお手迎えなどなさらぬよう。殿、法皇様のお心、じきじきに確かめてまいる。殿、院の御所はすでに兵で固められておるとのこと。その姿では鎧をお召しくだされ。いや、このままでよい。わしは戦をしに行くのではない。馬引き。木曽義仲でござる。法皇様にお尋ね申し上げたき儀があって参上いたした。お取り次ぎを。できませぬ。何人もここをお通ししてはならぬとのご命令でございます。早々にお引きなさい。何、金光、院にお手迎えはならぬ。帰れ、早々に木曽へ帰れ。公家とてこの助時を侮るまいぞ。おれ、けぇ、乗れ、手向かいいたすか。金店、やめよ。やめるのじゃ。引け、引くのじゃ。洛内の木曽軍は宝珠寺殿に殺到しました。どけ。この院の気持ちを知りたいだけじゃ。獣、はい、奥入れるな。足中を撃て。恐れねえな。お火が出たぞ。ならん、御所に火をかけてはならぬ。誰がどこで火をかけたのかわからないままに、さしも広大な宝珠寺殿が荘園地獄と化していったのです。おかみ、ひとまずここ。火をかけたのは義仲か。はっ、しかも間近に迫っております。なんという。さあ、女に戻れ。院の御輿とお見受け申す。木曽義仲が家臣樋口次郎兼光、主の命により五条の里代理までご先導つかまつる。
お聞き入れなくば弓矢にかけても。任す。いずこへなりと案内せよ。おお。